イギリス国鉄485系電車、イギリス国鉄486系電車は、イギリス国鉄ワイトシマ専用として使用されていた電車である。ロンドン地下電気鉄道が1923年の1931年に導入したロンドン地下鉄スタンダード型電車を、イギリス国鉄が1967年にワイトシマで使用するために購入し、約25年使用したものである。 485系、486系電車の導入によりワイト島の蒸気機関車がすべて退役した。485型はサザン鉄道の形式付与規則に従った4ベック、クラス486は同様に3基図の形式番号も持っていた。1966年から1967年にかけて4両編成と3両編成各6本のスタンダード型電車に イギリス国鉄のスチュワーツレーン工場でワイト、島向き改造工事が行われた。4両編成は、当初452系、ユニット番号041から046、3両編成は451系、ユニット番号031から036と、不番されたが、後に4両編成は485系、3両編成は486型に改番されている。 ユニット番号に変更はなかった。4両編成は、制御電動車、付随車、付随車制御電動車。3両編成は、制御電動車、付随車、制御車の構成とされた。付随車の中には、ロンドン地下鉄時代に制御車だったものが含まれるが、運転台は閉鎖されただけで撤去されずに残されている。予備の制御電動車一両も合わせて導入され、三両編成の、続番で、 ユニット番号は486,037とされた。導入時、全車イギリス国鉄標準の青に塗装されていたが、1970年代に青と灰色の塗り分けとなり、退役直前に一部の車両については、ネットワークサウスイーストの1986年に制定された青に赤と白の帯の塗装となった。ワイト島線の電化は百六十七年三月二十日に、 完成した。四両編成は単独運転が基本だったが、三両編成と組んだ七両で運用されることもあり、この編成はサザン鉄道の形式から7ベクティスと呼ばれた。ベクティスはローマ帝国時代のアイト島の名前であり、四ベック、サンティズの形式もこれにちなんで付けられたものである。ワイト島線の路線が海に近かったことから、沿岸による各部の腐食が進み、 1980年代中頃には、大体車両導入の必要性が認識されるようになっていた。1989年から1992年にかけて、ロンドン地下鉄1938系電車が2両編成化の上483型として導入され、485系486型は退役した、ワイト島からの退役にあたり、3両編成はすべて、 解体されたが、下表に示す4両編成の一部は、胴体保存の準備のためロンドン地下鉄に買い戻された。2011年11月に制御電動車2と7が、ロンドン地下鉄のイーストレイ工場に、復元のため入場している。付随車27と49は、ロンドン交通博物館、アクトン文館に保存されているが、付随車44は2012年8月に、解体されている。 ライドピアヘッド駅に停車する486系1967年の導入時の編成を過表に示す。ありがとうございます。